はい、こんにちは。また、今回の動画なんですけど、ラーメン動画になります。はい、こちら、じゃん。はい、こちらは、ダイソーセレクト、醤油ラーメン。それも喜多方ですよ、喜多方。ご当地麺となっております。はい。ダイソーで、こういう風な喜多方ラーメン、まあ一人前なんですけども、あるということをちょっと分かりまして、買ってみました。そうですね。これは普通の作り方で多分大丈夫だと思います。ただお湯を作って、入れるという風な感じですね。はい。まあこういう喜多方ラーメンなんですけども、ダイソーさんから出てるというのがありまして。今回作ってみましょうと思いました。麺は油で揚げておりませんと書いてある。ノンフライですね。いいですね。はい、じゃあこれを食べてみましょう。それじゃあ、はい、じゃーん、出来上がりました。こちらが100均の喜多方ラーメンになります。100均の喜多方ラーメンになります。いただきます。で、今回はちょっと豚丼も作ってみました。お疲れ様です。いやー、どうです、こんな感じですよ。いやー、まあ早速ちょっと時間もないので、食べてみますか。今回は、豚肉、ちょっとバラバラになった卵、あとはニンニク、あとは貝割れを入れております。それじゃあちょっとスープ見てみますか。スープ、スープこんな感じです。どうです。やっぱ喜多方の醤油の匂いがしますね。こういう感じで澄んでますね。はい、まずスープから飲んでみましょう。はい、これがスープです。こんな感じ。いやー、どうですかね。あ、美味しい美味しい。じゃあ早速麺を食べますか。じゃあ改めていただきます。おお、太麺の縮れですね。ではさて、どんな感じか。やっぱりこの感覚はやっぱりあれだね、喜多方ラーメンの味だね。あ、いいや、太麺で、もちもちです。うまいね、やっぱ。いい感じ。ニンニク、あ、いけるね。ちょっとうるさいから切っちゃいました。さて、肉と一緒に、豚肉と一緒にですね。ちょうど一人前で、一人前だからちょうどいいかもね。
それじゃね。